ミネオ TV、 ミネオ TV。 はい、皆さんおはようございます。ミネオです。今回はボラホーン戦エクストラのボラホーン戦の気絶を軽減する方法があるよということで教えていただきました。で何かと言いますと、あんまり気にしてなかったんですけどね、まあいわゆる耐性なんですが、このプラチナシールド、こちらを、マックス貫突しますと、気絶耐性がなんと30つきます。はい、で今回、主人公に30つけて、で、相方のヒュンケルに、20、これは3突ですね。はい、そして、アバン先生は特にないです。はい、そして、レオナさんもこちらシルバートレイを貫突なので気絶耐性を30つけました。で、討伐の証こちら、ラゴンヌをつけるとさらにプラス10ということで、一応40つくのかな。40ってことは4割カットっていうことなのかな。その辺がねちょっと今一応分かってないんですけども、意外とこれでねちょっと防げるっぽいんで、行ってみたいと思います。で、もう一種類ね、盾に関しては、これね、鋼の盾、こちらも一応貫突すると耐性30つきますので、な星さんないわっていうことはね、鋼の盾、代用してみてはいかがでしょうか。はい、じゃあ早速ねどんな感じかっていうのを言ってみたいと思います。どうぞ。はい、じゃあまずねそのままボートで突っ込んでいって、おそらく一発目レオナさんかましていくでしょうから、だいたい半分ぐらいはカットしてくれる感じになるのかな。とりあえずアバン先生はね耐性ゼロで進んでるんで、はい、さあこっからやね。なかなかいいよめっちゃ続くやん。さあ来た、ここでブンブンしてからの気絶アタック、うりゃね、アバン先生はやっぱり気絶になっちゃうね。ブン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 、はい、いいねいいね、ブン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 、えい、これはさすがに食らうか。レオナさんはこれ届いてないだけか、一応食らってはないね。さあいい感じでもう体力が半分ぐらい減ってる。さあヒュンケル、ここは頑張り時だよ。なんだかんだ捨て身が結構入るからねこいつね。さあこの辺でもう一発ぐるぐるドーンしてくるかな。このダッシュランがでかいよね。さあぐるぐる来ちゃうよ、かわしていくか。おっとこれは全員食らってないね。やっぱ結構防いでるのかな、そんな感じはしますね。かなりの周回をしないといけないんで、半分ぐらい減ってくれるだけでもだいぶ変わってきますよね。確かに。さあ来たよ、ぐるぐるドン防いでくれよ。わっとここは全員食らってしまう。そしてレオナさん死んでる、そしてさよなら、うわー、ありがとうございました。はい、ということで、さすがにね 100% ではないみたいなんですけども、やっぱり40ついてたらそれなりに防いでるのかなとは思います。何回も周回しないといけないことを考えると、まあ結構効率的なのかなと。なので今後はねこういった気絶的なやつワンチャン捨てないで置いてた方がいいね。これもう完全捨ててたからねこれ、うん、
完全レオナのやつなんかないからね、これ。ね、これ。魔封じとかしかないよ、これ。シルバートレイめっちゃ捨てたわ。だから、せめてね、2個ずつぐらいはやっぱりあった方がいいのかな、と思いました。ね、このエクストラ結構周回すると思うんで、よかったら皆さんも使ってみてください。いつもご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしくお願いします。じゃあ、バイバイ。